ショットピーニングによる高級衝突の様子1、ショットの軌道2、ショット3、圧縮の付与4、対象材表面ショットピーニングとは、機械工作における噴射加工の一種で、無数の鋼鉄あるいは、非鉄金属の小さな球体を高速で、金属表面に衝突させることで、蘇性変形による加工効果、圧縮残留応力の付与を図る処理である。 ショットあるいは投射剤と呼ばれる粒状物を空気圧または遠心力により投射して非加工物にぶつけることにより加工される。ショットの種類は非加工物の特性や栄養とする特性に応じて選択される。特にショットの比重、粒度、硬さが影響を与える。高級のショット剤の場合は直径0.2から 4mm の大きさのものなどが使用される。 放射される光球のスピードは40から数百メートル毎秒程度である。ショット衝突により非加工物表面に加工効果、金属組織の変態が生じる。また、ショット衝突により非加工物表面は凹み、押し伸ばされるが、周囲の非変頸部により拘束されるため、圧縮残留応力が発生する。深い硬化層は大きな光球を、浅く硬い硬化層は、 小さな高級を速いスピードで投射することで得る。ほぼ同じ手法を用いる表面処理として、サンドブラスト、ショットブラストがあるが、こちらは主に表面検索や付着物除去を目的としており、表面効果等を目的に特化したものではないため、区別される。冷間加工の一種に該当し、同じく冷間加工の一種である、表面ロール加工も同様な効果を得ることができる。 表面の加工効果、圧縮残留応力の付与により、疲労強度、耐摩耗性、対応力腐食割れ性が向上する。その他には、放熱性の向上、流体抵抗の減少等の効果もある。ただし腐食疲労においては、高応力、低繰り返し数破壊条件では、疲労強度が向上するが、低応力、高繰り返し数破壊条件では、ショットピーニング層が、 腐食環境に敏感になるため、疲労強度向上がなくなる場合がある。潤滑条件によっては、未処理よりも、対摩耗性、摩擦特性の悪化、相手側への攻撃性が高くなるケースもあるため、条件に合った、ショットピーニングの選択が必要となる。また、非加工物の表面に微細なディンプルを形成し、フリクションの低減となる、テクスチャリング効果も研究されている。 自動車部品のバネ、歯車、コネクティングロッド、クランクシャフト、航空機のジェットエンジン、翼、ランディングギア、化学プラントの圧力容器に利用されている。特にバネに対しては、疲労強度の改善のために広く使用されている。ありがとうございます。